拍手お願いします。ありがとうございました。最後の音声も素敵でした。ありがとうございました。皆さん楽しんでいただいてますか？大丈夫ですね。楽しかった方、あー、皆さん優しいですね。皆様声出しも素晴らしいですね。素晴らしいよ。皆様が柔らかく優しい雰囲気だとこっちやりやすくなりますから、いいですね。皆さん笑顔ですね。そう、みんなでいいイベント作っていきたいと思います。でこれね、ちょっと思ったんですけど、次のチームショートコント&J-POP ダンスなんですよ。すごいでしょ、ジャンルが。ショートコント入りますからね。はい、だしその次がバトントワリング、その次チアダンス、よさこい、ハウスダンス、ヒップホップ、ヒップホップ、クラシックバレー、 K-POP、 チアリーディング、よさこい、フリチャチャ、インドのボリウッドダンスとかですね。そんな感じであんまりないでしょ、同じステージで全部見えること。それが全部続きますので、皆さんもぜひ撮影も OK でございますから、でもできればね目で見ていただきたいと思いますが、撮影も可能となりますので、早速どんどん行ってみたいと思います。続きまして、すごいですね、ショートコント&J-POP ダンス、はい、今回3回目でございます。はい、スイートピーは2011年の震災の時に立ち上げ、心の復興を目指して講演活動してきました。そして今年2024年、石川県の被災された方々にスイートピーができることとして、仙台のここから元気をお送りいたしますということで、はい、そういう震災復興から始まって、そういうのをこう元気づけようという皆様でございますので、早速紹介させていただきたいと思います。児童劇団スイートピー、拍手。お姉ちゃんドライマ、今日ね学校で面白かったんだよ。同じクラスのコウスケが給食の時に友達とふざけてて、飲んだ牛乳が鼻から思いっきり出たんだよ。笑っちゃった。チャーリー、鼻から牛乳。それからね、体育の時間に、チカ話はいいから、もういつもいつも悪ふざけばっかり。いつも言ってるでしょ、お母さんがお仕事で忙しくてお家のことができないから、その分私たちがしっかりしないといけないんだって。はいはい、わかりました。せっかくお姉ちゃんが喜びそうなネタ仕入れてきたのに、なんで私が鼻から急に入れたの聞いて喜ぶのよ。だってお姉ちゃんそういうの好きじゃない。昨日だって隣のクラスのたかしが学校帰りに犬のうんこふんずってて滑って転んだ話したら涙流してたじゃない。こんな風に、こら、そうじゃなくって悪ふざけばっかりだけど、今から急いで買い物に行かなくちゃならないんだから、帰ってきたら晩ご飯の準備手伝ってよ。
拍手、児童劇団スイートピラミさんでした。ありがとうございました。あ、すごい、最後までやってる。はい、ありがとうございました。